はいどうも毎日コリシュチャンネルの時間が始まりました、えー、今日はですね台座怪獣と怪人について、えー、紹介していきたいと思いますそれも、えー、今のカラーではなくて昔のカラーですはいこちら、まあ、大体3種類あるんですけども、まあ、2010年ぐらいから、えー、2 0 13年ぐらいに存在したカラーですね。で、個人的になんですけど、今の台座怪人怪獣シリーズは、まあ、ちょっとメタリックの色になっちゃって、まあ、前のこの、えー、普通のノーマルの時のカラーの方が、個人的にはすごい好きかなって思ってます。はい。で、こんな感じで。で、 こう、まあ、名前が書いてあるのは何かなっていうと、こういうのは、まあ、これは分かりやすいんですけど、えー、トレードしたものだったりだとか、えー、譲り受けたものですね。もう、引退した方々から。で、えー、まあ、僕、基本的に、えー、メルガリとかヤフオクとかで買わないので、 自分で当てたおまけかトレードしたおまけのみ、あと譲り受けたおまけのみしか集めていないので、まあちょっと、あれなんですけども、こんな感じでどうでしょうか。まあ特にね、この、こいつと、こいつが好きなんですけどね、このギララみたいなやつと、ハマグリマンみたいなやつ。で、あと、こっちだ、はまあちょっとコンプリートしたやつなんですけども、 まぁこんな感じで色々あるのでまあちょっと個人的にはすごいなくなっちゃったのショックなんですけどこのノーマルカラーというかまあどうせまたね台座怪人出すんだったらなんかノーマルカラーでまだ存在してないノーマルカラーとか出してほしいですよねまぁ、あ、個人的には白とか黒とかの、えー、ノーマルのカラーメタリックとかじゃなくての 台座怪人台座怪獣カラーがあってもいいのかなって思ってます。で、まあこんな感じで。青は実はコンプリートしたんですよ。本当に。もうこれはまじいろんな方々の協力のおかげで。で、あと、緑と黄色はコンプリートしてない。だけど、まあこんな感じでいろいろありますね。まあ基本こういう あのー、まあ、ちょっとレアの部類に入るんですよ。もう今ないカラーなので。なので基本こういうトレードとかの時はお互いレアの系の同士で交換したりとかしてますね。はい。